おはようございます。2022年3月22日火曜日、時刻は8時50分、気温は7度、ちょっとひんやりしておりますね。出勤です。今日の岡崎は雨ですね。今日は一日降るんだったかな。今日の天気は、そのためにはインターネットに接続する必要があります。はいはい、繋がってませんでしたね、すんません。今日の天気は、現在雨が降っていて気温は7度です。今後は午後からおおむね曇りになりそうです。今日の午後には8度から6度まで下がるでしょう。ということで、午後は雨が上がりそうですね。さっき天気予報を見たときは夕方晴れてくるようなマークが出ておりましたので、まあ晴れるかどうか分かりませんが、午後は雨が上がりそうですね。あれ、さっき私月曜日って言いました？火曜日って言いましたよね。3連休でしたね。世の中は土日月と、春分の日ということで、日中の長さと夜の長さが同じ、ほぼ同じということでね、春分の日、しっかりお休みを取られた方、それから忙しくてお仕事をされた方、いろいろだと思いますけれども、私は、お休みをいただきまして、しっかり体を休めさせていただきました。まあ特にどっかに出かけたということもないんですが、蒲郡のねスウェンというキャンプ用品屋さんにちょっと顔を出して、小物をねちょっと欲しかったので、見て買いに行ったんですけれども、まあお客さん少ないですよね、やっぱりコロナで少ないのか、お休みの方が少なかったのか。魚市場っていうのがあるんですね。魚市場の方は結構にぎわってましたが、キャンプ用品屋さんとか、そのラグーナの中にあるんですけど、なんですか、アパレル業界関係のお店、ちらっと見てきましたけど、ちょっと少なかったですね。心配になりますね。てなことで、あまりトピックのない朝でした。最後までお聞きいただいてありがとうございました。皆様にとって良い一日となりますように、そして世界の平和が早く訪れますように。それでは今日も一日張り切っていきましょう。